ビアイ花原どうもバイユンです。はい、ということで早速今日も撮ってきたいんですけども、あの一時期なんじゃもんじゃゲームって流行ったじゃないですか。なんでそんなお肉ちゃうんだった。流行りましたね。流行りましたでしょ、うん、で僕ら結構後出し系 YouTuber じゃないですか。昔流行ったものをまたちょっとリアレンジしてやるみたいなのが僕たちじゃないですか。そうだね、流行にただただ乗り遅れてるだけですけど。そうそうそう、流行してる時に俺ら番組組んでないから、うん、落ち着いた頃にね、そう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 、ということでちょっとルールを変更してやっていきたいと思います、うん、その名もしりとりで名前をつけるなんじゃもんじゃゲームはい、ということで、まあ、とりあえず紹介した商品があるんですけども、はい、こちらバビーン、まあ、これがいわゆるね、あの、皆さんがね、YouTube とかでも見たことあるなんじゃもんじゃっていうやつなんですけども、なんじゃもんじゃ、まあ、このようにね、個性豊かなキャラがね、いろいろカード1枚に1匹書いてあるわけですよ、うん、でそれに名前を自分たちでオリジナルつけて、こう、覚えていくっていう、まあ、ゲームですね、単純に言うと。なるほど。そう、で、その名前をしりとりにするっていう感じでやっていきたいと思います。ルール説明するより多分ね、見てもらったらもう早いんで、早速もうやっちゃいましょう。やっちゃいましょう。はい、ってことで早速、やっていこう。ということで早速やってみましょう。はい、あの2つ一応新品買ったんで、どっちの種類がいいですか今回やるの。どっちがいいかな。こっちの方があの見たことないキャラがまだいるかなっていう感じ。こっち多分ね全部もう動画で見たって感じ。どっちがいいですか。じゃあ白ね。白、そう、ゆんちゃんに任したらね、これ決めるだけで動画終わっちゃうから。なんでよということで、まあ早速開けていきましょう。あ、ちょっと開封動画みたい、ポケモンカード。で、でもの中身で言うと、まあこんな感じですね。お、説明書と、まあ、説明書と、あ、こちらがデッキですね。かわいいよ。まあこのようにこうちょっとね、こう個性豊かなね、うん、キャラクターがこういろいろいるわけですよ。うんうん。で、例えばこいつに、あの、例えばケツアゴってつけますよね。ケツアゴ、スポンジとかつけますよね。で、それを覚えておいて、次同じカードが出た時に早く名前を言うっていう。そしたらそのカードをもらって、はい、最終的に枚数が多い方の勝ちです。わかりやすいなぁせやろということでやってみましょう。はい、物は試しですね、本当に。もうね、今日これをやるためにずっと楽しみにしてた。大人になってもこうやって遊べるのが楽しい。そうやられてる。あ、戦国語やるか。戦国語、じんちゃんゴン。じんちゃんし。ここでまず相手の出方を見ます。いけ、いきます。ということで1枚目ドン。あー、なるほどね。じゃあね、タモリフリスクでいきますタモリフリスク、タモリフリスク、サングラスからかけてるから。そうですね、サングラスかけてるからタモリフリスクで、タモリフリスクだから、クで新キャラ出たら あだ名をつけてください。これむずくない。はい、いきます。せーの。おー、新キャラ。草生えてるから、はい、腐ったブルーチーズ。ブルーチーズは腐ってるからブルーチーズなんですけど、そのブルーチーズがさらに腐ってるんですねいいじゃん、面白いじゃん。わかりました。はい、ズ、3枚目。おー、腐ったブルーチーズ。ズ、ズル向けマンゴーおーなんですかそのハンド。別に何のあれもないでしょ。ズル向けマンゴーで、はい、はい、いきます。おー、おー、はい、5です。ごつい傘の取って、ごつい傘の取って、ほら、これ、この、あ、そう、ここがですね、あ、まあ、確かにね、ごつい傘の取ってね。そろそろ来るぞ。もう忘れちゃったよ。で、これ当てたら、この場に出てるカード全部もらえるんで、うん、これ最初がすごいチャンス。結構溜まってきたよ。いきます、ドン。おー、新キャラ、ごつい傘の取って、手、手ぶら、ぬーぶら、ノーぶら、なすびで。じゃないでしょ。え、下ネタなのそれ。うわ、小学生も見てるから。じゃあ小学生は何かわかんないからあなたの心が汚れてるんです。早くしてくださいよ。はい、いきます。そろそろ来る、忘れた、いきます。おー、あー、ザ新キャラ連続ですね。 B でしょ。 B です。 B、 ビーチボール太郎。まあボールっぽいからね。うん、ぽい。来るよ絶対。そろそろ行きます。ドン。おー、また新しい。じゃあ結構毛みたいの入ってるんで、羽毛 100% でいきます。羽毛 100%。 羽毛 100%。 まさかの繊維面いきます。膨らんじゃない。いや、何枚あんのこれ。いきます。はい、せーので。あー、新キャラだ。羽毛 100%。 友達いないバンビの行く末友達いないバンビの行く末ね。いきます、ドン。新しいのですね。エチケット袋おえつまるで。わけわかんない
けわかんない。いくよ。はい、来い。せーの。あ、エチケット袋追いつまる。エチケット袋追いつ、エチケット、エチケット袋追いつまる。はい、ゲット。難しい。うわ、こっからどんどんね、来るよ、多分。せーの、ドン。あ、いないね。エチケット袋おえつ丸だから、あ、ルー大島にの熟女。でも年取っていくと男か女か分からなくなってきますから、だんだん人っていうのは。ルー大島にの熟女でいきます。じゃん、ルー大島にの熟女。何個じゃん、ゆっちゃん。もう勝てないんじゃないの。はぁ、熱い俺か。いきます。ドン、はい、ビーチボール。いやーやばいよ、ゆっちゃん。じゃあ、いきます。せーの、ドン、ビーチボールだ。これ喋るテンポも大事。追いつかない、下が。いきます。はい、せーの、ドン、オールーシマニーの熟女。ルー大島にの熟女。俺はなんて言った。オールーシマニーって言った。ルー大島にの熟女。オールーシマニーだって。ごっちゃごちゃ。じゃあ、いきます。はい、せーの、ストップルーチーズ。さあ、やばいぞ。さあ、いきます。せーの、ドン、ビーチボール太郎。やばい、ゆんちゃん覚醒してきた。ちゃんだって覚えてきました。いきます。はい、いや、あ、新しい新キャラここに来て。いちごっぽいから、はい、妖精ストロベリーフレッシュ。ここに来て縦文字でちょい長めですね。いきますよ。はい、ドン、ズームキャンマンゴー。いきます。はい、せーの。あ、新キャラだ。いい人そうだから、修羅場の仲介役。確かに間に入ってくれそうな顔してるわ。くれそう、なんとかしてくれそう。オッケー、じゃあこっから2枚ですよ。いや、覚えれるかな。ドン、うまい、パーセント。やだ、これめっちゃもやもやする。もう負けちゃう。でもゆうちゃんが逆転できるように特別ルール。何、ゲリラすぎる。自分の手札をこれ見る前にベットできます。1枚、2枚、3枚って。で、これで当てたらこっからその枚数分引ける。でも失敗したらこれ捨てなきゃいけない。ギャンブルじゃん。これなら面白いんじゃないですか。いいでしょう。いいですね。じゃあ、あいつゆうちゃんの番からです。何枚かけますか。とりあえず2ですね。2ね。いきます。はい、せーの、白丸の中間役。じゃじゃんけんですね。じゃじゃんけん、じゃんけん、ほい、あ、よろしょ、あ、よろしょ。じゃあこの2枚は、戻ってきません。じゃあ俺普通にやるよ。いきます。ドン、白丸の中間役。戻していく。さあ、ギャンブルチャンスが再びやってきました。じゃあ4枚。4枚ね、あ、4枚かけます。さあ、どうぞ。せーの、ズルケマンゴー。じゃあじゃんけんで、さあじゃんけん、じゃんけん、ポン。はい、おめでとうございます。やったー、いいね。やばい、手札めっちゃ増えたやん。いいね、いいね。じゃあ俺もね、5枚かけます。1、2、3、4、5。これ当てたら俺は11枚ゲット。いくよ。いきます。はい、せーの、ドン。なんだっけ、友達がいないバンビの行く末。めっちゃ増えた。やばい、これちょっともう見せられない。見せない。バンビ君も男気を見せたので、4枚。あ、5枚。5枚、いいですよ。いきます。はい、クソッとブルーチーズ。さあ、クソ、やばいぞ、これは負けてらんない。俺も5枚かけます。おお、せーの、ドン、うまい、パーセント。いや、5枚いつもね、モップに見えるんだよな。さあ、もうあとちょっとですよ。何枚ある？西野や、9枚です。お前まさかこのターンで全て終わらせる気か。バンビ君に少しも取らせない。だがお前これで負けたら終わりだと思う。どっちにしろかけるしかない。9枚何かけます。全掛け ね、これでゆっちゃん外したらほぼ終わりです。手で出るしかない。いきます。うぅ、手ぶらぬぶらのぶらはなすび。よし、ゲット。じゃあ俺もこのターンでとどめを刺しに行くぜ。俺は、はい、7枚かけて全てを終わらせる。これで勝ったらもうこれ全部ゲットです。いくぞ。はい、せーの、ドン、友達になりたいみたいな。
友達がいないバンビの行く末ね。はい、全部取るには6枚だな。6だ。いいだろう。意外にここ最後で競ってるっていう。行くぜ。おい、3、2、1。たまりはりつけ。俺のが早かったじゃん。まあまあジャッケンでいいよ、ジャッケンでいいよ。最初のグルメだけパイ。あー、やったー、くれてやるよ。やったー。おっと、これはどうなる？おっと、これは分からなくなってきましたね。ということで集計していきたいと思います。枚数が多かった方の勝ちです。はい、せーの、IQ コナンと一緒なんで。コナンの案件狙ってるこいつ。コナンの案件待ってますよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。しりとりでするなんじゃもんじゃゲーム、まあこれ非常に盛り上がるんで、ちょっと皆さんもなんか友達と集まった時やってほしいですね。ドンキに普通に売ってるんで、こちら、学校でやったりね、家族でやっても楽しいと思う。あ、学校でやったらめっちゃ盛り上がるよ。俺が選手だったら絶対ハマってるわ、これ、ね、授業中。もうトランプじゃなくてね。そうというね、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということでね、なんかこう人生ゲームとかこういうゲームとか、なんかちょっとゲーム系もっと増やしてほしいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。友達がいないバンビの行く末本当になりそうだなって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、また会いましょう。またなー。よし、じゃあプライベートでもう一回やるか。バカヤが次白緑でやる。